こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、まあ、いわゆる親ガチャというね、言葉に対していろいろと私の考えをお話していこうかと思います。まあ、親ガチャなんていうのはね、ほんとつい最近の言葉ですよね。ね、数十年前っていうのは親ガチャどころか世の中ガチャ、国ガチャ、時代ガチャだったわけですよ。例えばたまたまそのガチャガチャによってね、75年前に生まれた方ってどうだったですかね。毎日毎日空襲警報が鳴って爆弾が落ちてきて、近所にいる、まあ、20代とか30代の男性は、まあ、全員徴兵されていくわけなんですよ。でお腹が空いたなと思ってもお店で商品は買えないから配給を待つだけとかで、一家4人残されたおじいちゃんおばあちゃんお母さん子供にこれだけのお米が与えられてね、それで一家4人で1日食えっていうわけでしょ。この時代ガチャってどうですかね。まあその時代ってのははっきり言ってどの親に生まれてもどうにもならない、そんな時代だったと思うんですよね。それから敗戦ってものを通じて今の時代になってきてね、本当にそういう悔しい思いとか戦災孤児とか、まあ、本当にねまだ10歳にも満たない男の子や女の子が肉体労働したり売春まがいなことをしたり誘拐をされたり、戸籍にも名前が載らなかったり、そこら辺でね行き倒れになったりっていうことを繰り返しながら、みんなで少しずつ豊かになろうと思って頑張って、それこそ人生を全部すり減らして未来の私たちの時代のためにその命はね使ってくれたわけなんですよ。でそういったもう誰がどの親に生まれてもそれしか選択肢のなかった時代の末裔として私たちは今ね、昭和40年代50年代平成令和に生を受けました。その時に親ガチャっていう言葉がね初めてできるんですよ。あ、親が金持ちじゃないから、親に人脈がないから、親がしょうもないから俺の人生終わったなみたいなね、そんなことだと思うんですよね。まあ、まず親ガチャについて言いたいのは、まあなんて月並みなんですけども、まあ親ガチャぐらいでよかったねっていうことですよね。今の時代親ガチャでまあ人生が構築できるかちょっと難しいかの線引きはありますけども、先ほど話したように75年前とか200年前とかね、戦時下とか江戸時代なんてのは生まれた瞬間からそれが誰の親に生まれようと誰の子供として生まれようともう一生が終わってたわけなんですよ。でも人々は生きながらえて私たちにまで時代をつないでくれましたよね。これが一つで、もう一つはまあそういった昔のことを忘れてね、現代に生まれたこの瞬間のこんな親に生まれてついてない、こんな親に生まれてよかったっていう親ガチャについて正直に申し上げると、それはありますよね。で親がまあお金がなかったり借金に困っていたり、まあ虐げられていたり、反社会勢力だったり犯罪者だったり、本当に社会的にね厳しい状態で親御さんがねいた場合に、そこにたまたま生まれた子供ってそっからスタートなんですよね。だからこれが、まあ、いわゆる親の持ち物が子供の運ってやつですよね。子供は生まれてくる親を選びませんから、生まれた時にたまたま大富豪の息子だった、よかったね、生まれた時にたまたま小泉純一郎の息子だった、よかったね、生まれた時にたまたま長嶋茂雄でしたっけね、まあ有名プロ野球選手の息子でした、そしたら随分アドバンテージあるところからスタート、もうそれはしょうがないですよね。もうその人を恨むことはできないんですよ。でも不幸にしてほとんどのものがない、何もかもない、人脈もない、金もない、親に頼れない、ないない尽くし、食うものにも困るっていう方が一部今現代でもいらっしゃると思うんですよ。まあ例えば生活保護の家庭に生まれて最初からまあいろんなね不利が押し付けられている子供、まさにそういう状態を親ガチャでついてないっていうのかもしれませんけども、だとしてもどうするんですかってことなんですよ。たまたま生まれた時に状態が悪かったから、じゃあ人生投げたってやってしまってそれでいいんでしょうかってことですよね。結局私よく言うんですけども、手持ちのカードで勝負するしかないと思うんですよ。体力がなければそのない体力で
勝負していく、もっと別のところを生かしていくとかね。で、物覚えが悪いんだったら物を覚えなくてもいい世界で勝負していく、ね、それから体力がないんだったら体力を使わなくても勝てるところで勝負していくっていうことだと思うんですよね。で、本当に何もなくても本当に何もなくてもそれでも結局生きていかないとしょうがないと思うんですよ。もちろん最初から諦めるっていうそんな人生の歩み方もありますよ。戦ったり修行したり苦しい思いをしてなんか困難にぶつかっていってね、それでどうなるかわからないような勝負を仕掛けていくよりも、もうどうせ勝てないんだから負けること前提でいろんなものを拾いながらやっていこうかなと、人の世話にだけなっていこうかなっていうのも別に悪くはないと思います。そういうのが今許容されている時代なんでね。それは不自由はありますよ。不自由はあるけども、そこに不自由を感じるんだったらそうじゃない状態にするのは誰なのかって言ったら、親ガチャで満たされたところはない、恵まれたところはないけども、でもその状態でも全身全霊でやっていくしかないと思うんですよ。で、これね、肝心なことこれから申し上げますけども、何一つ不自由なく生まれた、いわゆる親ガチャでね、平均点以上で生まれた人も大した努力とか大した才能の開花はしません。サボるんですよ。ウサギとカメのウサギみたいな感じです。あ、うちはそこそこ、まあ裕福とは言えないけども、そんなに不自由はないし、まあ今日明日困ることはないし、なんとなく生きていてもなんとなく生きていけるかなっていうふうに人生を甘く見てる人だらけなんで、親ガチャであれもないこれもないって人がちょっと本気でね波に乗ったら、あっという間にごぼう抜きです。これ本当なんですよ。本当のんびり来てますからね、ほとんどの人は。何も分からずに何も学ばずに自分の手の中にあるカードも使わずに腐らしているんですよ。全てのチャンスを見過ごして、全ての挑戦に背を向けて、あ、自分は精一杯やったんだっていうふうに自己肯定感だけ持ってるんですよ。まさに親ガチャでまあいい状態で生まれてもそれを使ってないんですよ。だから下克上は簡単に起きます。親ガチャで平均点以上の人、親ガチャでもうちょっとね、言ってみれば底辺の人、この人が勝負本気で生きていけば、この人たちは最初から世の中舐めてますんで、勝手に落ちぶれていって、この親ガチャで、まあ外れと言ったらね語弊があるかもしれませんけど、あえて言います、外れを引いた人が簡単に抜いていけますから。だから自分には何もないと思うんだったら、思えばこそがむしゃらにやっていけば、だって何不自由ない人はやらないですから。本当に本当お笑いですよ、こんなのね。親ガチャで外れだと思った人が世の中を見たら、みんないいなと思うでしょ。みんないいなと思ってるそのみんないいなさんは、何も気づかずに、なんですかね、ぬるま湯に入ったカエルのようにね、ゆでガエルのように、だん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 その生ぬるいお湯が温度を上げていくのに気づかずに、もうゆでガエルになってますから。で、親ガチャで冷や水で生まれた人は、その冷たい水の中を精一杯泳ぐことによってね、ゆでガエルが先に死んでしまうんで、社会的に簡単にそれは支配できますよ。でもやっぱり多くの人は親ガチャで外れを引いたからといって最初から試合放棄するんですよ。冷たい水にも入らないんですよ。それだとこの世の中っていうレースの中から最初から参加してないわけですから、どんな、なんか旨味にも預かれないし、あいつちょっとなんか見事、なんか見どころあるからちょっと引っ張ってやろうかなっていう風なご縁にも出会えないですね。じゃあまとめて言いますけども、親ガチャで外れを引いたからといってさらに自ら勝負を投げればもう勝ち目はないってことなんですよ。親ガチャで外れを引いたんだったら余計にやらないと、余計にあらゆる小さな縁に挑戦していかないと。もうきっとね、今は答えてくれます、多くの人が。これがね、30年前だったら不可能だったんですけども、今は親ガチャで外れを引いた人がね、例えば SNS でどう外れを引いたのかってことを延々と発信することによって、あ、この人の発信力とちょっと自分組んでみようかなっていう、まあいわゆる親ガチャで当たりを引いた人がいくらでも出会ってくれますから。でも自分で積極的に自分の状態を発信してない人に出会う方法がないんですよ、当たりを引いてる人がね。だから当たりを引いてる人同士で出会っちゃうんですよ。
当たりを引いてる人は毎日楽しいから、今日は綺麗な景色見ました。今日はとっても可愛い女の子と車でデートしました。今日は美味しいディナーを楽しみました。で、いわゆるリア充でインスタグラムとかアップするでしょ。そしたらこっちの方で同じような思いしてる人が、今度会いませんかとかね、一緒に楽しみませんか、パーティー行きませんかって言って、当たりを引いた人同士で、さらに当たりの世界に行っちゃうんですよ。でもですね、当たりを引いた人は、はっきり言って飽きてる部分もあります。みんな当たり引いてる人ばっかりじゃん。じゃあお互いに見栄の張り合いとか、どのぐらい自分がね、当たりを引いたのかを競争しても、なんか出口ないよね、と。だったら、ちょっとね、親ガチャとかで、ハズレを引いた人ってどういう風になってるのかな、と。その人たちになんかできないかな、っていう風に、おせっかいなね、金持ちがいるんですよ。だからその人と組んでやっていくっていうのはどうかなと思うんですよね。で、そういう風なことを望んでいても、ハズレを引きましたっていう風に発信してなければ、気づかれないですよね。で、今チャンスなのはね、親ガチャで、ハズレを引いたと思ってる人があんまり発信してないんですよ。恥ずかしがってなのかなんかわかりませんけども。でも、ありのままの姿を発信することによって、じゃあその状況をちょっと一緒に変えてみませんかっていう方に、出会えるチャンスって、今の時代ならあるんですよ。これがね、20年前とか30年前はなかったです。こういうチャンスは。SNS がなかったし、インターネット回線も不十分だったしね。まあ、私は親ガチャについてそういうふうに思いますけどね。だからね、たちが悪いのが、平均点を取っている、その親ガチャ生まれの人は、平均点に満足して、何もしないってことなんですよ。いや、これがね、一番、厚みのある層が、これほどまでにサボるんだったらね、それは親ガチャで外れを引いた人はいくらでもね、ごぼう抜きするチャンスありますよ。はっきり言ってその、親ガチャで外れてない人って舐めてますから。痛みもわかんないし、それを失ったらどうなるのかってことも想像してないんでね。何の保険もないですよね。それでいて、でかい勝負して外して、勝手に転落していきますから。まあ、親ガチャについては、あとは同じことを繰り返すだけなんで、この辺にしときますけども、まあそういうふうに思ってます。まあ、もう一回言いましょうか。親ガチャで外れを聞いたと思うなら、なおのことをチャレンジしないと、何にも起きないんじゃないかなと。親ガチャで外れを引いて、なおかつ試合放棄して、何がどうなるんでしょうかってことなんですよね。まあ、ダメかもしれないけど、やってみましょうってことですね。いってらっしゃい。